ゃないじゃん。Yes.
すらせて後ろから中川こぼれている、中川を追う、空いているゴール、ここに押し込めるか、シュッ、ヘディングでクリア。さあチャンスを迎えました。天野振り抜く、キーパーバッティング、防ぎました薬物オビク。いやこれも非常に際どいところ蹴ってきたんじゃないですかね。さあこれをボールを奪って上原、裏のスペース、赤崎来る、シュートは乗り返した、西村に合わず。赤崎のシュート その角度はなかったとは思うんですけども、まあシュートで終わってほしかったなっていうのはありますね。かわして右、さあ赤崎、中央に松下、遠いサイドに木田、木田を越える、ここに西村、もう一度折り返し、シュートにはいきません。これが流れてゴールキック、ここで試合終了の笛です。両者得点奪えず、スコアレス0対0、勝ち点1を分け合うというゲームになりました。第9節、仙台と F マリノスの一戦です。